さあ、ここからがハイライトだ。評価分かれる結末、方法はこれしかなかったのか？に対する、ネットの反応をお送りするよ。最近見たんだけど、なんというか、報われない終わり方じゃない？でも一人じゃない。それはそうとして、記憶保持した番長がいてくれたんだからそれでいいじゃん。犠牲者は蘇り、唯一の理解者の恋人と二人で旅に出る、いいですよね。正確なセリフは忘れちゃったけど、セントが彼女といる番長に言ったセリフで寂しいけど納得できちゃった。小説まだ？講談社キャラクター文庫や、大森さんと武藤さんに小説のことを分からせてください。親父のプランに乗っかって仲間の記憶きれいさっぱり消したりとか、無関係な B 世界を上書きすることに葛藤を見せないのはちょっともやっとした。ただやりたかったことはよくわかる。一応ミータンが疑問呈してたけど、これしかないで押し切ったよね。世界の危機を優先して目の前で助けを求める個人を見捨てたことになったのもな。絶望しかけてたセントのところにひょっこり番長が現れて、B ザワンが流れるシーンは好きだよ。クローズとドルを倒しと付き合うってよと、グリスを見よう。中途半端で止まらず一気にグリスまで見ることを勧めるぞ。この後映画で番長に新しい彼女ができるのももやっとする。セント君以外はみんな彼女持ちの厳しい世界だ。V シネグリスは見た人が一斉に手のひら返すのもわかるくらい良かったな。本編後のあれこれがやたら多いイメージがある。V シネグリスは言っちゃいいんだが、シリーズ最終作に出てくる最強ライダーが、おっさん4人分の温泉エキスを煮詰めたらできたというのが、エボルトは敵として好きだし、クローズエボルのデザイン大好きだけど、V シネの内容だけはちょっと違くない？と未だにモヤモヤしてる。何お前ちょっといいやつみたいになってんのよ。いいやつみたいになるのは別にいいんだけど逃がすのは違くない。ってなる、だいぶ弱体化してるとはいえあのエボルトを。彼女を殺したのはエボルトって話を番長が軽く流した時点で、番長というキャラは死んだと思ってる。SF な世界のライダーかと思ったら、エボルトと番長のおかげで一気にドラゴンボールみたいな世界になったライダーだった。スタークがいい立ち回りしてた時期はかなり面白かった。そいつの名は、番長だ。序盤から詰め込みすぎたせいで、終盤やることなくなって薄味になったって話を聞いたことあるな。おかげで中盤までめっちゃ面白いんだが。アーツがどれも傑作すぎる。あの本編の終わり方は一番好きだな。仲間になってから、ゴミみてぇなファッションセンスという謎のキャラ付けされたゲント君割と好き。あのクソダサファッションショーでミータンと仲良くなったから。子供に甘いダメな親かと思ったトウト師匠だったが、まさかマジでそんなことするやつじゃなかったのが、パンドラフラッシュで狂ってたとは。犬飼くんも赤楚くんもダブルヒロイン両方ブレイクしてて嬉しい。それにしても赤楚守る二人びっくりするくらい売れたな。ビルドのメイン4人はどいつも悲惨な過去と決意固めてる奴らだから、どこか一つ頭のおかしなとこ追加しないと、日朝ヒーローとしてのバランス取れないんだ。プライムローグの変身シーンすごい好きだけど、あれ見る手段あるんだろうか。V シネ、じゃダメか。俺だよ、が好きなんだ。大義のための犠牲となれ、が最後だけ意味が違うのが熱い。エグゼイドとビルドの頃が、いい意味で芋先は待ってたと思う。A 世界と B 世界を融合させる、じゃなくて A 世界に無理やり B 世界をコピーペーストさせる、の方が良かったと思う。これなら B 世界犠牲にならないし。パンドラ完全に関する記憶を忘れさせるのは、後の作品を見てると、キーツだと記憶が戻ったことで、結果的にジェムと化したい鈴大地が暴れてるし、一応正解だったんじゃないかな。実際ビルドの世界でも記憶を思い出したことで大暴れした裏側がいたし、忍パパのせいでもあるけど、ライダーになってもあの発言や行動を取ったからどっちにしろやらかしそうな人物ではあった。本編だけだとエボルト倒してまあ犠牲は大きかったものの平和が訪れたという、一応ハッピーエンド的な感じだけど、V シネで復活しちゃったのがな。そもそも融合先の B の世界が平和な世界なのか、滅亡寸前なのかも明かされてないから、B の世界が巻き添えに見えるのは良くなかった。見えるどころか巻き添えも巻き添えだし。そこに関しての葛藤もほぼ書かれないしな。何よりこれだけの現象を起こして倒した相手を復活させる。アンドの話はさすがに B 世界が浮かばれんわ。A 世界にいて B 世界にいない人々を助けるっていう理由なら、
融合させる意味がしっかりあるんだけど、その A 世界にしかいない人って、多文化を変えられて記憶をリセットされて新しく別人格が形成された先祖と、エボルトの遺伝子を持って生まれた万丈だけなんだよな。この最終回は評価分かれそうだね。万丈がいたのはいいけど世界に二人ぼっちか。かなり悲しいエンドだけどいい終わり方だった。むちゃくちゃな話だったな。切ない、でもいい結末だった。終わり方微妙だったな。勇気のラスト思い出した。しれっとナンバ重工は存在し続けるわけだが、ナンバ重工はスカイボール事件以前から存在していましたし。よかった、ビターだけどハッピーエンド。結構好きなエンド。シン・エヴァンゲリオンのラストみたいな感じかな。なんかなぁ、あの二人はあれでいい。しかしたの仲間や世界の人はあれでいいのか。以前の人格は死んだのと同じ。つまりみんな死んだのと同じだろ。新世界の人は全くの別人でしかない。それな、エボルトがいた世界でも幸せだった人もいただろうに。世界融合の瞬間ビルとか崩れてたしみんなラーラー騒いでたし、融合する前に苦しみながら死んだ人が相当数いただろう。尊に数人いるかいないかレベルじゃね。あの世界で幸せなのってさすがに物理的に衝突する前に融合してるとは思うわ。この世界にいちゃいけない二人、かっこいいミシン。終わり良ければ全てよし楽しかったなビルド。大体予想通りの終わり方だったけど、あの世界創造のやり方だとスカイボールの惨劇後に生まれた人、みんな消えるよね。多分万丈が二人になったみたいに都合の良い修正が行われるかと。冷静に考えたらブレードラストに匹敵する悲しい結末じゃないか。ビルド最終回にジオウねじ込んでこないのいいね。でもジオウの世界にもうまくつなげているっぽいね。よくまとめたわ。ラストバトルに最強フォームなしは逆に良かった。すげえ良い終わり方だった。赤楚は映画初主演だって言ったけどあれ V シネでは？まあ無難に終わったわな。CG は派手で良かった。シリーズ中盤はいろいろグタグタしたけど、太郎も救ったシーンじゃねえの。つめつめだったけど綺麗な終わり方だったと思う。せっかくのラビラビなのに主演が聞けなかったのだけが心残り。微妙かつ良い最終回だった。あらと微妙なところとダメなところが後半いっぱいあったけど、そこも含めてビルド好きです。フルフル探しに5店舗くらい奔走するくらいには、終わったな。戦闘は一人じゃなくて本当に良かったよ。お互いに心の支えとなりこれから二人で生きていくのだろうか。万丈は彼女がいるのにどうしようもできないのは辛そうだな。ジオウ界で二人のその後が書かれる感じだろうし楽しみだ。最終回はジーニアスの存在意義がほとんどなかった。ジーニアスの存在意義って言ってるやつおるけど、ジーニアスがあったから新世界ができたってところ見てないのか？佐藤太郎が悲惨すぎると思ってたから、新世界で元気にやっててよかった。ぶっちゃけ融合された世界はいい迷惑か。これってディケイドの世界融合現象を人為的に引き起こしただけのような。まあ平行世界と融合させてやろうとか。どちらかというと敵がやりそうなことだよね。結局、A 世界と B 世界の兼ね合いはどうなってんだ。 B 世界は A 世界であった事実とは違う10年が経過しているとのことだが、それって C 世界じゃなくて、B 世界にセントと万丈がお邪魔してるだけだよな。 A 世界とか壁に数式ぶち当たるは塔やビルまで分解されていくわで地獄絵図だったんだが、 B 世界側は一体どうなっていたんだろう。 A 世界の人々のように絶望を胸に一度消されてしまったのか。これしか方法なかったとはいえ、全部なかったことにする系のうちはやっぱすっきりしねえな。マスターはもともと宇宙飛行士辞めてカフェやる予定だったってことなんだろうか。茶髪の万丈はいらなかったなぁ。そこだけ不満だけど概ね満足。楽しい一年だった。望む世界のために世界を消滅させて新しい世界をってのは面白い終わり方だけど、倫理的には微妙だよね。まあ、他の人間の意思なんて関係なく別存在に塗り替えたって解釈もできるな。まとめ方としては綺麗かもしれんがやっぱ賛否両論だと思う。ありがとう仮面ライダービルド楽しかったぜ。セントが一人ぼっちエンドにならなくてよかった。獣王じゃあ、今までをなかったことに指定世界融合とかないわ。すごい細かいことだけど、これまでセントたちが使ってた塔との通過はどうなってるんだろうな。コーヒー飲んで普通に出てきたってことは、うまいこと財布の中も置き換わったのか。コーヒーは単にマスターがつなぎ図のファンだからお題をタダにしてくれただけじゃない。
明日の地球を投げ出しましたね。B ザ1のスケールがでかすぎる。グダグダな展開は置いといて、一人ぼっちだと思ったら最高の相棒と二人ぼっちでなんとか生きていけそうって展開は好き。世界5分前説展開を本当にやりやがったって感じはしたな。倫理観的に問題はあるけど、理屈として納得できるから個人的には好きな展開だ。二つの世界の事象を都合の良いように組み合わせて作った世界なら、得意点である戦闘君や万丈の影響で、一部の人は記憶取り戻してもおかしくないかな。ミータンとかその片鱗があったし。